デッドボールになりました。これは糸井痛がってますが、しかしホークスサファテとしても痛いですね。これはお互いに痛いですよね。痛いですね。まだあと2試合残ってるんでね、糸井デッドボールでこれで満塁になりますが、糸井は左の下げるでしょうね、右の肩ですかね、肘よりちょっと上かもしれないですね。結構大きな音が聞こえました、立った瞬間です。二の腕というかね、信川さん、はい、ちょうどですね、あの一塁側カメラマン席から見えるんですけれども、はい、肘と肩の間ぐらいを気にしていますね。はい、まあ、その下にサポートはしてますね。そうですね、はい、まあ、ただその瞬間に感じた痛みっていうのはかなり大きかったのではないかと思いますが、あ、大丈夫だと言って一塁へ歩きます。もう完全に抜けてきてますからね。そうですね、はい、投げた球じゃないんで、糸井も痛かったでしょうが、これはホークスサファテも痛いのではないでしょうか。ちょっとここでまた窮屈なピッチングを強いられるということになりますよね。ただね、ずっとチャンスの時にペーニアに回ってきて今日はダメですからね。今日ですね、そうですね、はい、はい、本来はこういう満塁策を取りたいんでしょうけど ね、はい、まあ、取れるような状態じゃなかったんで、たまたまデッドボールで、ね、満塁になりましたけど、そうですね、今日はペーニャは4回の打席は、ノーアウトランナー2塁で、6回も2アウトランナー2塁、8回も2アウトランナー2塁のところで回ってきて、おっと、ね、天井に当たりました。取ったか、取りました、取りました、今宮です。この笑顔です。まあ、ファールゾーンですけどね。すごい勢いで上がってきまして、天井に当たって、非常にあの取るの難しい角度で落ちてきたんですが、これは何かありそうですね。いやー、今のシーンです。ファールゾーンですね。微妙ですね。当たって、そしてファールゾーンですよね。はい、当たったところがどこなのか、どこから線引きするかですよね、多分ね、そうです、上空のですね、はい、うん、今森脇監督が説明を受けていますが、だからから打っていきましたが、今日4度目のチャンスでの打席だったんですが、すごい打球ですよね。でもしかしあれだけ高く飛ぶってことは、はい、パワーがないとね、飛ばないわけですよね。ギアに当たったんじゃないですからね。そうですね、あ、でもよく取りましたね。そうですね、はい、平野は行かないんですね。これは行かないですね。何かありそうな感じですね。そうですか、何かありそう。次、10回の裏のホークスの攻撃は1番の柳田からということですから、その若菜さんの何かありそうというのが、この10回の裏に何かが起こる、僕はそんな予感はするんですけれど、予感ですね。あ、どちらも引かずにがっぷり四つに組んでいます。今日の世紀の一戦、延長10回の表、バファローズはチャンスをものにすることができませんでした。